Oh, wish you a Merry Christmas. Oh, wish you a Merry Christmas. ってな感じで12月になってきましたね。はい、はい、で今日はですね、何をやるかと言いますと、今年人気あったスタイルランキングを総まとめ。見たいかな。まあ見たいでしょ。まあちょっとだけ紹介しちゃいますか。しちゃおうか。ちょっとだけ。ね、浮かれてるでしょクリスマスで。浮かれてると思います。なんかあるの？いや何もないです。えとさん、さっき口ずさんでましたけど、なんかあるんですか？なんもないよね。なんもない。もし彼女がクリスマスに彼女がいたら、はい、もしかしたら28万円かかってかもしれないプレゼントで。それ僕がトイレで、トイレ業者をね、28万円下げられたって話ですか？ちょっと前下げられてるね。トイレの業詰まったんだけど28万持って帰った事件だよね。あいつがマジで許さねえ。28万円を万円、もしかしたらだよ、彼女いたら、私もしかしてセリーヌ欲しい28万円なるかもしんないって考えたら、まあよかったんだじゃん。トイレ業者に払って28万だったら寄り添いますね。そう、だとしたら28万、寄り添いますね。え、ちょっと嫌われる？大丈夫です。そう、そう、そう、ウィッシュアメリークリスマス。太陽さん、彼女にプレゼントいくらまで出せますか？500円。嫌われますよ。一緒にディズニー行くか、クリスマス。ディズニー、いつも行かすか。クリスマスディズニー、僕らで。うん、クリスマス、あの、耳つけ、耳つけてます、うん、耳つけて何しますか。え、なんか写真撮りますゆーってやる。ってな感じで発表しますか。じゃあ第3位、第3位センターパート、これズキくん、みんな大好きズキくんのセンターパート。なんかこの、何もつけないでもこう、シルクなる感じがいいんだよね。あれはね、めちゃめちゃ人気でしたね。カットラインが大事、ラインがかっこいい。あれはラインを設定してから切るからかっこいいんだよね。いやー、ちょっとこれは先にちょっとボテッとしすぎじゃないとかいい意見は聞きません。はい、見せよと残してます。黙れ黙れ。第2位、うん、かずきくん。あー、これはもうヒント言ったらっていうのもありますよね。ね、大祭りしすぎている、このスタイルは。ね、なんかコメントだったんだよ、この髪型は顔がかっこよくなきゃダメじゃないですかってコメントされて、みんなに会えますよ。みんなに会えますか、ね、はい。あれはもう誰も見ないよね。かっこいいもん、ここ長いから。普通のマシと違うのはこれって横があるからで、頬骨隠れてよりここがここもあるし、かっこいいんですよ結局。つけてもつけなくてもかっこいいね。てな感じですが、これが2位。で第1位、ドゥルル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 、はい、どうぞ。カサカサ。第1位、でん、コウヘイくん。もうスタイルすら言わない。これですよね、あの、傘持ってるやつよね。傘持ってるやつですね。あれは、めっちゃ来ましたね。幸せそうだもんね。傘になりたいっしょ、傘になりたいっす。こんなかっこいい髪型の人の守れるなら傘になりたいって言ってた、誰か。あれでもどこも慣れるかな、足首ですか。あれは私傘を人間で合わせた場合、あのここの部分みたいな、僕らで言うと足首ですか。どうやるんで。